里崎チャンネル。じゃっ、こんにちは。さあ今日はですね、はい、日本で一番早い2021年交流戦大予想。予想っていうか今年の交流戦の楽しみ方っていう、はい、どうなるのかっていう、うんうん、交流戦って、はい、去年なかったんですよ、はい、で今年は結構もうすぐですよね。そうそう、もうすぐなの。5月の25日から始まるのね、はい、あの交流戦で全18試合で交流戦がスタートするんだけども、はい、その交流、今年の交流戦はどうなるのか、うん、でなぜ交流戦はセリーグがパリーグより弱いのかっていうのを今回お伝えしようかなと。日本で一番早く、はい、これ交流戦ね、今まで2005年から始まって優勝チームがロッテ、ロッテ、日本ハム、ソフトバンク、ソフトバンク、オリックス、ソフトバンク、ジャイアンツ、ソフトバンク、ジャイアンツ、ソフトバンク、ソフトバンク、ソフトバンク、ヤクルト、ソフトバンクみたいな。うーん、まあほとんどパリーグが勝ってますよね。そうそう、だからあの全 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,15年で、はい、セリーグは3回、うん、でパリーグ12回、はい、で最高勝率はソフトバンク2011年の18勝4敗、うん、2引き分け。最低勝率は2015年の DeNA、うん、3勝14敗、はい、でもね、こう秘密あるのよ、はい、セ・リーグが交流戦に勝てない理由、はい、もう超簡単。一つは、はい、一つっていうかもうそれが全てなんだけど、はい、交流戦始まる前の監督コメント、うん、選手のコメントを聞けば、はい、もうあのセ・リーグが負けるって分かります。なんでですか。パ・リーグの全球団、はい、全チームの選手は、うん、交流戦優勝しますって言います、はい、へえ。セリーグのチームは、はい、交流戦5割でなんとか乗り切りたいって言います。そんな違いありましたっけ、はい、へえ。セリーグのパリーグのチームっていうのはどのチームも優勝狙ってやりますと、はい、まあ、最低5割ですと、うん、って言って入っていくんですよ、はい、でもセリーグのチームっていうのは、うん、まあ、交流戦なんとか5割で乗り切れば OK って言うんですよ、うん、みんな。落合さんでもそうやって言ってた、はい、じゃあもう認めてるってことですか。だから結局ね、はい、優勝しようと思ってやってる人たちと5割で OK と思ってやってる人たちで、もうやる前からレベルの差がついちゃってるでしょ。なんでそんな弱気になっちゃってるんですか、セ・リーグは。多分一番最初ね、はい、多分これ、ここから俺のも想像だけど、はい、2005年から始まった時にどっちかっていうとセ・リーグの方がちょっと上から目線的な、はい、まあ、やってあげますよ交流戦みたいな、うんうん、でパ・リーグの方としては、俺ロッテ行ったから分かるんだけど、はい、ジャイアンツ戦とか特に1年で一番目立つ試合やとか、うん、民放でゴールデンに試合やられること俺らないから、地上波でね、やりますからね、うん、で、うん、ロッテで3本打っても、はい、記事にもなんなければ一面にもなんないし、写真でも載んないときあるけど、はい、うん、ジャイアンツ戦でいいところで1本打ったら、はい、もう写真にもなればニュースで使われて、はい、もう明らかに目立つの、はいはい、だから、で、ロッテの今ね、楽天に行ってる岡田、うん、岡ちゃんなんて、はい、巨人戦で外野でファインプレー3つしたことで全国区になったの、うん、あ、そうなんですか。あれロッテで、パリーグでやってても誰も知らないと思うよ、うん、岡田が来たー、また来たーとかって言って、はい、岡ちゃんの守備が全国区になったの、それぐらいやっぱり巨人戦っていうのは、うん、アピールと知名度が広がるのにはすごいコンテンツなんだよ、うん、だからもう目立つために頑張るぜみたいな、うん、だって東京ドームで試合の時で放送ある時は、はい、真剣にやるのは3回以降ねみたいな。あ、最初映んないからですか。そう、そんなテレビ意識ですか。うん、はい、で、あ、7時に来たよ、はい、始まったよ、放送みたいな、こっからが真剣だよっていう、夕方のニュースが終わって7時に入るからっていう、そう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 、あ、今まで打った人みたいな、初回とかで言ってもはい、放送されてないって言われて、まあでもそんだけやっぱみんな目立ちたいっていう気持ちはある方々じゃないですか。そうそう、ほんでガンガンやって、うん、で結果、うん、最初の、まあ、1、2年がね、はい、ロッテが勝って、うん、でその後日本ハム、ソフトバンク、はい、ソフトバンク、オリックス、ソフトバンクと1,2,3,4,5,6,7年連続、うん、パリーグが勝つんだけど、結局そうやってやってきて、だから多分セ・リーグ受け身だったと思うの、はい、オッケーオッケーみたいな、うん、っていうのが結果としてひっくり返すとされたから、はい、逆に言えなくなったんじゃない、恥ずかしくて、優勝しますって。あ、なるほど、できなかったら困るからみたいな。しかもここ最近ずっとパ・リーグが勝ってるってなると、あんまり強気に優勝しますって言えなくなっちゃってるんですか、ね、そうそうそう。でも2006年の時は2位ヤクルト、7年が2位巨人、はい、で8年2位阪神、うん、で9年2位ヤクルトだから、セ・リーグも惜しいのよ、はい、2005年の時も3位阪神、うん、6年はロッテ、ヤクルト、阪神で、7年日本ハム、巨人、横浜、うん、で2008年がソフトバンク、阪神、日本ハム、で9年がソフトバンク、ヤクルト、広島だから、全然楽勝で負けてるわけじゃないんだよ、うんうん、はい、だからここがね、多分大きな要因なんだよ。そのやる前からもう
優勝しようとしてないところ、はい、それは勝てないよね。そうですね、うん、あのだいぶ前に上げた動画でなんでパリーグは強いのっていう動画あったじゃないですか、うんうん、あれってこの DH 制とか、うんうん、そのセリーグのピッチャーが全然バッティング頑張ってないからだとか、うんうんうん、そういう話もしてましたけど、そういうところもちろんあるわけですよね。まあ、もちろんあるけども、もうそういう気持ちで勝ってないよね。そうですね、技術的な部分よりも前に、そうそうそう、だってオリンピックでよ、うん、金メダル取りますって言ってる人と、はい、予選通過できればいいですって言ってる人で、まあ、全然違いますね。違うじゃん、うん、サッカーのワールドカップでも、うん、優勝しますって言ってるとこと、うん、ワールドカップに出たら OK みたいな。私その予選まず通過したいですっていう人ってやっぱりちょっと弱気ですよね。そうそう、でその結果ね、はい、金メダル取った人もいるよ、はい、けどもよ、うん、最初からちょっとそのモチベーションがよ、まだ今5月にもなってないのにこの動画撮ってるから分からないけど、交流戦近くなってきた時にぜひね、ファンの皆さんはセリーグの監督、パリーグの監督、あとはセリーグの選手とかパリーグの選手たちがどういうコメントを発するのかっていうのをぜひ聞いといてもらいたい。でセリーグのチームがいや今年は優勝しますよと、交流戦優勝しますって言い出したら怖い。気持ち的に上がってきてると、うん、それを言えるっていうのも自信につながるからね、うんうん、でそうなってきた時にもう一つやらなきゃいけないことがある、はい、最下位になりすぎなのよセリーグがですか。セリーグが、あ、本当だ、ほぼセリーグ、セリーグ15年の中で11回最下位になってるのよ、うんうん、でだから11、12だから10、11、12が圧倒的にセリーグが多いのよ、うん、本当ですね。だこの要は1位がパリーグになっちゃうじゃん、うん、でドベとドメニがセリーグになっちゃうから、うん、そこの差でセパの勝敗が決まっちゃうのよ、うん、そうですね。だってあのパとパが最下位11位12位になったこと1回もないのよ、うんうん、でもセとセが11位と12位になったことが1、2、3、4、5、6回もあるから、ね、ありますね。約半分ぐらい、うん、セとセリーグが下手したら最下位になった。だって10、11、12とかが最下位の機会が2回あるからね。本当ですね、うん、やっぱパリーグをその私は楽天を結構見てましたけど、うん、やっぱファンの感覚としても交流戦でこう下に行っちゃったらもう リーグ、うんうん、トーナメントは勝てないっていうイメージなんですよね。そうそう、だ上に行かないと絶対もうリーグ優勝できないっていう。そうそう、だってあのソフトバンクでもよ2012年11位だから、うん、だから結局はこのね最下位と11位12位をセリーグは取らないようにしなきゃいけない、うん、そしたらセパでひっくり返るっていうところがあるんだけども、はい、だそういったところのマジックもあるんだよ、うん、セパで ね。でもよ、はい、交流戦って前半戦の大きな山場なんだ、はい、交流戦っていうのは今18試合、はい、最大で言うと極論だけど18ゲームをひっくり返せんの、うん、だから18勝0敗と0勝18敗だったら、はい、もうひっくり返るじゃん。そうですね、うん、だから今前半戦のスタートダッシュがちょっとダメだったからって順位全く関係ないのが交流戦だって。もしパリーグのじゃ ある1チームが勝って、うん、他のパリーグのチームが全部負けるもんね。そう、あるあるある。だから要は DeNA、まあ、現時点で4勝19敗、はい、借金15、はい、交流戦試合18、はい、貯金3に持っていける、はい、そうですね、大げさに言えばよ、うん、で逆に阪神貯金今7、はい、借金11までいく可能性もある。ありますね、極論よ、うん、大どんでん返しの下克上が起きるのも交流戦なんだ、うん、そうですね。だから1回去年なかったけど一昨年かな2019年の交流戦前まで、はい、多分 DeNA めちゃくちゃ負けてて、うん、ラミレス監督交流戦明けにはもう鋼鉄化みたいなところがいっぱい出たんだけども、はい、交流戦で一気に勝って DeNA は4位だから、おー、そうなんだ。そこで一気にジャンプアップして、だって巨人の次だから、はい、でしかも阪神ヤクルト広島が交流戦10、11、12だから一気にまくってるのね。そうですね。であと2007年の日本ハム、うん、これも交流戦入るまで B クラスだったのに、はい、交流戦1位になって一気にまくって、はい、でそのまま優勝したの。本当交流戦って大事ですよね。そうなの。だから今までね、今 B クラスで、うん、おいどうしたんやって低迷してるファンの皆さんは、はい、この交流戦で一気にまくれるチャンスあるんで、うん、ここがね勝負どころだの、はい、でも前半負けてて交流戦でも負けたらもう終わりです、うん、いやだから最大の今 B クラスのチームは最大のチャンスですよね、うん、そうビッグチャンス、うん、でしかも、うん、今の順位っていうのは、はい、同一リーグの順位でしょ、はい、だから要はパ・リーグの順位はパ・リーグの選手たちと、うん、セ・リーグはセ・リーグのチームたちで戦った順位でしょ、うん、こっからは7球団のパ・リーグに行くみたいなもんなの、はい、の順位が、だからパ・リーグの中で何順位どれか、セ・リーグの中の順位どれかで、うん、そこで大きく勝ち越していけば大きく変わるから。うん、でもよ、はい、阪神、はい、今年があるんかな、優勝、交流戦。あ、交流戦もですか。そう、なんでかっていうと、はい、DH 使うじゃん、はい、ロハス余ってるじゃん。あ、
だから、はい、もしロハス、サンズ、マテオ、佐藤、両立できるんだよ、DH あったら、はい、でピッチャーはもう一人誰か外して、超攻撃的に行くっていうパターンもできるから、外国人の人数とかその制限にも引っかからないわけですね。そう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 、うん、だからそこをうまく使えば、その余剰戦力あるから、阪神は勢いに乗ったらいけるかも分かんないけど、ね、今の1位の順位はセ・リーグ相手だから、はい、パ・リーグ相手になってどうなるのかが勝負よね。パ・リーグとのそのチーム、今年はパ・リーグとのその相性がどうかって分かんないですね。分かんないからね。でも、うん、余剰戦力あるから、はい、交流戦ひょっとしたら結構いけんちゃうかっていう。そうですね、うん、あと巨人、テームズ、うん、スモーク、はい、ウィーラー、うん、そこら辺亀井 DH なれる人が結構いるのよ、ね、それでうまくはまれば、うん、はい、打線も厚みますし、うん、だ巨人と阪神が怖いね。そうですね、うん、正直、はい、そこら辺がだそう思うと、言えばパリーグはピッチャーが打線に入らないといけなくなるし、うんうんうん、そういった意味ではまあ分かんないですよね。あとヤクルト、はい、外国人どっちかが DH 入ったら、うん、外野もっと選手使えるから、はい、怖いよね。そうですね、うん、今年はどう思いますか、どっちが優勝だと思いますか、どっちのチームが。パリーグいやで、これ今までの話ね、はい、今までそんな持ち上げてたのにって言うじゃん、はい、だって絶対1位のチームはいるからね、はい、今年は阪神だけど毎年1位のチームはいるわけ、はい、で今年はって言っていつも負けるから、はい、今年はってパ・リーグとは言っちゃうけど、うん、でもどうなるかだよね。そうですね。でも面白く、だから今年だ、去年なくてね、うん、今年になってその阪神がどんな戦い方をするかが楽しみだけど、はい、巨人も余剰戦力あるし、ヤクルトもある、はい、っていうところは楽しみだなっていうね。そうですね、うん、やっぱ去年なかったのすごいワクワクしますね。そう、交流戦大好きなんですよ。だから若干、うん、ひょっとしたら苦しんちゃうかと思うのが中日。へえ、どうしてですか。ちょっと余剰戦力いないから DH をうまく使いこなせるのかなって、はい、そこの問題なんですね、うん、で、あとは、うん、あの横浜も余剰戦力がないから、はいはい、そこどうなんだよ。外国人が来日する前まで調子良かった関根とかが2軍にも落ちちゃってるし、はい、なんかバランス悪いから。うん、でもそこでもし返せれば、はい、多分オースティンが DH に入ってとかね、うんうん、うまく返せれば可能性あるけど、うん、このヤクルト、巨人、阪神に比べるとちょっと薄いからどうなのかなっていうのと、うん、あと広島、はい、多分広島はもうちょっとどうなのって思っちゃう。あ、そうなんですね。今の形だといいけど、交流戦プラスワンでしょ、はい、松山か、あ、じゃあいけっかな、まあ、広島はびっくりするぐらいプラスじゃないけど悪くもないっていう感じで、うん、あ、まあ、でも普段対戦してないピッチャーとかバッターと対戦するわけですから、うんうんうん、どう出るか分かんないですね。そう、だから18試合、はい、18試合しかないけど、うん、されど18試合、はい、それの戦い方で、うん、でもね、はい、一番大事なのは何か知ってる、交流戦知らない、勝つこと、勝つことじゃないんだよ、一番大事なこと、はい、他のチームが負けることよ。そうですね、同じリーグの他のチームが負けること。そう、うん、自分たちは、はい、が負けても、はい、18敗しても、うん、パリーグ全チームが18敗したら、はい、一緒じゃん。リーグは一緒なんですよね、うん、普通の試合っていうのは、うん、自分たちが勝っても、はい、引き分けがなかったらね、はい、あと2チーム絶対勝ってるから、うん、3チームとはゲーム差が開くけど、2チームとはゲーム差が開かないし、はい、縮まらないじゃん、はい、ここの矛盾が、うん、2、3ゲームを縮めるのに1ヶ月かかるって言われてるね、うん。でも交流戦は、はい、いわば一人勝ちもあるわけ、はい、いやー俺らだけ15勝を3敗、はい、貯金12、うん、他のチーム3勝15敗、うん、めちゃくちゃ差ありますよ。そしたら12ゲームつくの、うん、いうのもね、はい、あるわけよ、はい、一人勝ち一人負けがあるから、うん、自分たちが勝っても、はい、他の全チーム勝ってたら、うん、今日の勝ちがなくなるのよ。そうですね。逆に負けても他のチームが負けてたら、うん、今日の負けなくなるから、はい、俺は現役の時もそうだけど、他球場の結果がめっちゃ気になる。あ、自分たちの勝ち負けより。そうですね、うん、同じリーグの他のチームの勝敗が一番大事ですね。そう、負けてても、うん、途中経過で他のチームもほぼ負けてると、はい、すごい愛心感も戦えるので、まあ、負けてる負けてると思って、じゃあ負けてもまだ差つかないやつなんですね。そうそうそう、 OK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 、はい、みたいな、はい、アボシが勝ってるけど5チーム負けてる、 OKOKOK みたいなとなるから、他のチームの状況がかなり重要。そうですね、うん、いやでも楽しみですね。いやめっちゃ楽しみよ、うん、今年本当に。だから俺も今年の阪神の戦い方をすごい興味ある、どうなるか、うん、だからタイガースファンの皆さんね、今年はいけるやろって言ってるんですけど、はい、毎年セ・リーグの1位チームは今年はいけるやろって言うけど、うん、一番怖いのが、はい、矢野さんと、うん、あと選手会長とか、うん、選手の中心が、はい、今年の交流戦は優勝しますって、うん、タイガースがもし言ったら、う
あるかもしれない優勝。俺はそのコメントだけ気にしてる。はい、強気でいけるか、うん、でも俺はこの動画を早めに出すから、はい、関係者の皆さんは見てると思うから、はい、それに乗っかって言えるかどうかも勝負だね。そうですね、うん、でも気持ちを高めて強気で本当にいけるかどうかですね。いけるかどうか、うん、それがもし、はい、タイガースも、まあ、最低5割です、うん、5割で乗り切れればいいですって言うと不安だね。今年のタイガースの感じだと、いや行くぜ1位でっていうなんか気がしますけどね、ファンのみんなはね。はい、いやそんな勢いを感じるんですけどね、うん、でもそこの内部がどうなるかよ。そうですね、うん、パレーグなんて多分今状態悪いですけど、日本ハムでもクリアスクリさんとかは交流戦優勝しますと、ここで一気にあのジャンプアップして上狙いますって、うん、現にそういう年もあったからね。ありましたね、ヒルマンの時とかね、うん、はい、日本ハムもね、うんうん、だからあのオリックスとかも2回目の優勝しますとか、はい、で西武と楽天はまだ優勝もしてないから、はい、でパ・リーグでまだあと2チームだけだからね、うん、自分たちは絶対今年優勝します絶対言うの、はい、でもロッテはもう交流戦イエーイみたいな、はい、DNA だからそうそうそう、うん、でソフトバンクは最多の8回でしょ、はい、だからもう全員優勝回戦になってくるから、うん、セ・リーグはどこで言えるからね。そうですね、俺はもうそれだけ注目してる、まあ、交流戦楽しみですよ。じゃあ交流戦前のコメントにも注目っていう、いやマジ注目してほしいですね、はい、あとまたね近くになったら、うん、どういう情勢かまた見てね、はい、今日は日本一早い交流戦だから、はい、大予想、大予測、うん、はい、いや楽しみです、はいはい、皆さん12球団の監督選手のまず交流戦前のコメントを注目してください、はい。